おはようございます。1月8日、第198回ポゴナカイ金魚ラジオになります。今日はね、サラサワ金の、サンルームのちょっと涼しい方のね、船の方から最初動画を撮っています。今パッとちょっとオスが何匹いるかなと思って、2、3匹オスがいた後がメスみたいなイメージなんですけど、まだちょっとしっかり見てないんでね、わかんないですけど、このでかいやつと、おそらく両さんところから来たこっちのやつですね、がオスっぽいですね。まあいいオスがいるんで、ちょっと使い勝手がいいのかなと思いながら今日はさ、ちょっと見てみました。でこれがちなみにメダカですね。ひらめきが入ってます。さあ、いつもの位置で、今日もやりたいと思います。今日も朝、昨日の夜ね、結構がっつり、水替えしたんで、今日の朝はほとんど水替えは、1個、2個、大阪ランチューと赤目アルビノ のでかい方の水槽をね、水替えしたぐらいで、ほぼ水替えはないような状況なんで、今日はちょっとのんびり餌をやりながら魚をね、眺めて、まあ餌やりもある程度落ち着いたんで、今ね、ちょっと動画を撮り始めたところです。あと昨日ね、土浦さん、新年の挨拶がてら顔を出してきました。まあ年末行った時と比べてやっぱり魚の数はすごい減ってたんですけどね。で江戸地金もたくさんでっかいのいたんですけど、残りでっかいの1匹だけって言ってたんで、まあ、全部売れたんですねって話で、豊洲さんの魚もね、昨日載せてた動画のブリストル、あれのみですね。なんでまあ欲しい人は早めに行った方がいいと思うんですけど、まあ、値段はねそれなりにするんで覚悟は必要かと思うんですけど、まああれ多分全部でまだ数本しか出てないと思うんで、3本かなとか、そういうレベルの魚なんで、欲しい人はね早めに、お店の方に見に行くといいと思います。お店の、ね、店頭で普通に泳いでますんで見れますんでね。なんで魚はね、ほんと特別なスペシャルな個体だと思いますんで、あとはなんだろうな、いろいろ見てきたんですけど、まだでもいい魚結構残ってね、五色鳥尾とかね、あれ僕すごいいいと思うんですよね。あ、この辺残ってるんだと思って、まあ、まだ3連休、今日から3連休なんで、金魚で買いに動く皆さん いっぱいいらっしゃると思うんですよね。お正月すごいお客さんいらっしゃったところだったんで、でいつも土浦に行くとね、必ず来てくれる、OH さんも昨日駆けつけてくれたんですけど、なんかすごい並びだったらしいねって話で、それを避けて昼ぐらいに行ったっていう話を聞いたんですけどね。やっぱり相当お客さん並んで、相当魚が出てしまったんだろうなっていうのは水槽を見て分かったんですけど、まだ全然いいの。あとあれですね、変わりあずま、後藤さんの変わりあずま、あれも面白かったですね。動画でね、社長もいいねって言ってたんですけど、あれすごいいいですね。あれで搭載が明け2歳ってことですよね。かなり大きさも引っ張ってでかくしてるし、で体型良くてね、頭も出ててっていうんで、すごい面白い金魚いるなと思いました。中国金魚もねかなり減ってしまってますけど、まだいいやつも残ってるし、お買い得なのもいっぱいいてね、まあほんとこの3連休お店行っても全然楽しめると思いますんで、ぜひ土浦観賞魚さん行ってみてください。やっぱり CA の力が強いんでね、中国も直輸入だし、ね、埼玉便もバンバン入るしね、あとはいろんな愛好家さんだったり浜松だったりからいい魚がどんどん入ってくるんで、まあ本当毎週行って飽きないお店っていう、その知り合いの方はね、毎日のように来てるって話だったんで、まあそれぐらい楽しめる金魚屋さんなんじゃないかなと。あとはお店のね、従業員の方々の評判がすごいいいんですよね。金魚屋さんでここまで評判がいいお店ってなかなか聞かないんですけど、すごい優しくて丁寧だよねっていう話をいろんなところで聞くんで、接客も一流なんだと思います。なんで僕もね、月に 3,4 回ぐらい顔出してると思うんですけど、まあやっぱりそれぐらい行きたい。まあガポスさんと土浦さんは特別回数がめちゃ、まあガポスさんとねかなり行ってるんで、ガポスさん近いから余計あれなんですけどね、5、6回多分行ってると思うんですけど、土浦さんも3、4回行くのはやっぱり
まあお店ね、魚の品揃え自体もすごいんですけど、やっぱりあの働いてる皆さんのね、あのなんていうかね、雰囲気がいいっていう、そこが大きいんだと思います。なんであのファンがやっぱり多いですよね。やっぱみんなね、口を揃えて土浦さんね、すごいいい感じだよね、社長すごいね、人柄良くていい人だよねっていうのをみんな口揃えて言うんで、やっぱりそういうところがね、あのお客さんが集まる要因なんじゃないかなっていう、ね、魚だけいいだけじゃなくて、そこまでね、あの人柄がっていうところで、まあ、僕はすごい今大好きなお店なんで、またね、来週ぐらいにちょっと顔を出したら出そうかなと思っています。まあ来週はね、あの埼玉の市場も始まるんで、まあ、魚どれぐらい出てくるかわかんないですけどね。ですがまあちょっとそういう魚で出てきて、埼玉の魚もねまた入荷するでしょうし、ちょっと週末あたりに一回顔出せたらいいなと思っています。なんでまあ本当ね、あの魚が売れて数が減ったって言っても、土浦さんのね、もともと魚のいる数が尋常じゃないぐらい多いんで、減った減ったと言ってもそれでもかなりいるんで、まあ、多分普通に金魚屋さんね、あの行く気持ちで行くと、あ、こんなにいるんだっていうレベルだと思います。なんでいい魚まだいっぱい残ってるんで、ぜひこの3連休、金魚屋さんね、どっか行こうと思ってる方いたら、土浦観賞魚さんぜひ行ってみてください。また通販の方もできますんでね、あのインスタだったり、まあ多分 YouTube のスクショして、僕の YouTube のスクショでも多分メッセージ送れば対応してくれるとは思うんですけどね。なのでそれでこれが欲しいっていれば、購入することも可能だと思いますので、通販の方も、バンバンやってますので、ぜひお問い合わせくださいという感じでね、やっと、今年1年目、まあ、この間ガポスさんに行ってきたんですけどね、まあ、ガポスさんはあの世間話をして挨拶して帰ってきてしまったんで動画撮ってなかったんですけど、まあ、船金とサラサワ金とかね、あのちょっと面白いのがいたんで、本当は撮ってこようかなと思ったんですけど、あ、時間だと思って帰っちゃったんですよね。撮ればよかったなと思って申し訳ないことをしてしまいましたが。なんで本当金魚ラジオだけだとね、あの再生数が全く伸びないっていうね、あの、まあ、当たり前のことなんですけど、これで再生数をね、あの1万も2万も取ろうとは思ってないんで、だからまあちょっとね、あの毎日の足しになればいいなとか、まあ僕が毎日やらないと多分やんない日が多くなっちゃうから、とりあえず毎日やるっていう癖をつけるためにやっているだけっていうね、あの、まあ、面白いか面白くないかは別にして、たまにあの情報は織り交ぜてるけど、基本的には僕のね、なんかくだらない雑談みたいな、動画なんですけどね。まあそんな感じでも聞いてくれてる方が200人ぐらいいるんで、本当ありがとうございます。来週が母の市場がスタート、埼玉の市場がスタート、他の市場のことはちょっと情報が僕全く入ってないんでわからないですっていう感じなんでね。まあ魚自体は新しいのも増えてくるんでしょうけど、まだあの本当お店に、どのお店にもね、いい魚いっぱいいて、多分あの行ってないお店にね、自分が好きな魚とか好みのタイプの魚がいる可能性ってすごい高いと思うんですよね。やっぱりその人それぞれ好きなタイプっていうのはちょっと違ったりとかしているんで、なのでまあいろんなお店ね回ってみると面白いんじゃないかなって。そうするとそのね、あの得意なお店のね、得意な魚を買うのもありだと思うし、まあたまたまこんな面白いの入ってきたねっていうのがあってっていうのもあると思うし、まあやっぱりそのいろんな金魚を見て、あとはいろんな人の意見を聞くことができる、まあ、もちろんその情報の中で取捨選択が必要なんですけど、まあ、いろんな人から話を聞く、まあ、僕は今はね、豊洲さん、亮さんの意見を聞きながらやってますけど、でもあのその中でもね、新しい情報だったり僕が興味がある情報とかもらえれば、それはね、あのちょっと話を聞いてどういう風にしたらいいかとか、これ使えるんじゃないかなとか、まあ、なんかいろいろ考えながらやってるんで、本当いろんな人の話を聞くっていうのは、まあ、魚の見方もね、全然違うと思いますんでね。まあ、ここの社長は、あ、こういうタイプなんだな、ここの社長はこういうタイプなんだなっていうので、話聞いてるとね、やっぱりその180度までいかないけど、それぐらいに近いぐらい違う方っていうのもたくさんいるんで、だそこの良し悪しをね、こう、あ、ここのこういうところはいいなっていうのを、一個ずつ自分のあの、ね、なんていうんですかね、肉にするっていうんですかね、一個ずつちょっと身につけるようにすると、
僕はすごい金魚の飼育がうまくいくんじゃないかなと思っています。まあ、僕生物ろ過全然気にしてないんですけど、まあ、生物ろ過した方が水が透明度が増すのかなとは思ったりしますしね。こっちは安定してるけど上の水槽はもう全く安定しないんで、もうすぐ濁っちゃうんですよね。ただ水替えメイン、水替えメインでバンバン水替えて、でも餌もバンバンやるんでやっぱり汚れてみたいな。でバクテリア系のことを気にしないでやってるんで、ただまあ魚がそれで今のところ調子を、水替えをしなかった時の方が調子崩したんで、やっぱり今のやり方が僕は合ってるのかなと思ってます。多分ろ過槽の掃除とかね、ちょっと手抜くとそこで一気にパンクしちゃったりとか、まあ、細かくできる人はね、エーハイムみたいなの使ってもいいと思うんですよね。僕エーハイムはめんどくさくなっちゃうんで、エーハイムは絶対使わないようにしてるんですけど、でもエーハイム使ってうまくやってる人もいるんで、そこはね、その自分の性格とね照らし合わせてやってみるといいんじゃないかなと。僕はエーハイムは僕がダメなだけで、エーハイムは自体はすごい優れてると思います。ただその掃除だったりっていうのは密封式のはね、僕には面倒くさく感じてしまう。でもそれが苦じゃない人っていうのもいると思うんでね、そこを開けてきれいに掃除してあげればなんてことはないと思うんですよね。ただ僕はスポンジフィルターが一番いいんですよ。水作ですら面倒くさいっていう、もう水作さんには申し訳ないんですけど、ただ水作さんの方がいいっていう人もたくさんいると思うし、やっぱり長年ずっとねアクア業界であれを、ね、出し続けてやってきてるっていうのはね、それなり の, 実績があるんで、まあ、僕もいい商品だと思ってます。水作すごい、なんですか、このスポンジフィルターがある前は僕も水作いっぱい使ってたんですけど、僕はより楽な方に逃げるんで、なんで本当水作ね、カポッと外してスポンジが取り出しやすいんでいいと思いますね。で砂利もね、なんかぐちゃぐちゃぐちゃって振ると綺麗になるんでね。ただこのスポンジフィルターはスポンジ外すだけなんで、まあ、そのスポンジ外して掃除するのすら本当はめんどくさいんですけど、やらないわけにはいかないんでね。魚飼ってるとして、まあ、魚飼ってるって考えるとやっぱりそういう細かいことの何かをやらないといけないんで、そこが自分にね合うスタイルと魚に良いスタイルをね吸い合わせながらやるといいと思います。だ本当にだ僕はね水替えが多いのだ、水替えいっぱいしてて、まあ、水道代かかるし、まあ、しかも僕バケツで替えてるんだよね。コースでやればいいじゃんっていうところなんですけど、コースを作るのがめんどくさい、ね、どうしようもない話なんですけど、一回作っ、あとはコースだとその1個をね、いろんな水槽に混ぜるんで、なんかちょっと嫌だな。僕は手桶で水はかき出してるんですけど、まあ、これは水槽がちっちゃいからできる話なんですけどね、まあ、でかい水槽になったらもう垂れ流しちゃうと思うんですけど、手桶でいっぱいいっぱいやるんだったらね、その水を抜いてる間に他のことできるじゃんっていう話なんですけど、ただ手桶でやってるとなんかそのうんこがすげえこんな感じだなって見ながらとか、魚の様子見たり、なんかじっくり見れるんですよね。ので僕はあとはその一応手桶とバケツを使ってやってるんですけど、1個の水槽やった時に、まあ、ある程度水で流して、まあ、他の水槽にその水がほぼ行かないようにするようなことはやってるんですよね。だからなんかそのコースでやるときにしっかり洗うのもめんどくさくてってなると、どっちがどうなんだろうと思って、コースの中が汚くなるっていうのは、まあ別にでも水入れるのはバケツでやればいいかとかいろいろ考えてはいるんですけどね。だからちょっとまたやり方は変わるかもしれないですけど、今はね手桶でね魚を見ながら、ね、水を見ながら、そうバケツに汲むときにその手桶が白っぽいんで水の色とかが見れるんですよね。ああちょっとこれ放置すぎたなとか、なんかこのうんこどうなんだろうとかっていうのを見ながら、まあ、やってます。なんで手間かけてね、ほんと夜僕は子供が寝て嫁のねあれが終わってから最近夜は水替えとかしてるんで、10時11時ぐらいまでだ、1時間から2時間ぐらい夜やってますね。朝は最近はそんな手かけてないんでね。だこれでまあほんと本気で小引きしたりとかね、いろいろ外にやったりとかってなると、外はね夜できないしどうしようかなっていう感じなんですよね。まあ別にライトつけてね、昔金魚やった時は屋上に結構強いライトつけて、でそれで夜 1,2 時間世話してたんですよね。
仕事がやっぱどうしてもその早い時間に帰ってこれなかったんで、その当時、まあ、そういうやり方でやってもいいのかなとは思うんですけど、本当はね、太陽の光でうまくやるのが一番いいんだと思っています。なんでまあ僕はあの効率性よりもなんか自分でね、やりやすいところっていうの、やりやすいっていうのがその効率が良くて早くできるじゃなくて、自分として納得ができる中で早くあのいろいろできるっていうところになってるんで、まあ、ちょっと人と感覚が違うし、まあお前バカだなって言われるようなところだとは思うんですけど、ただなんかそれで今まで結果が出てきてるんで、まあそれはあの他の金魚以外のことでもですね、そういう風な性格なんで、まあそれと付き合いながらうまくやっていくしかないのかなと思ってます。バカだなと言われてもまあしょうがないとは思うんですけど、うん、まあもう40いくつになったらなかなかね変えられないんで、まあこのまま多分おじいちゃんになって頑固なおじいちゃんになるのかなと思ってるんですけど、ということでまあ今日も話がちょっと長くなってしまいましたが、土浦さん、ナポスさん、魚たくさんいます。多分リッツさんとかね、あの佐々木さんとかアクアステイさんも魚たくさんいるんですけど、ちょっと見てないんでね、なんとも言えないんですけど、まあ金魚買いに行くルートがねどんどんできつつあるんじゃないかと思うんで、こういうんでね、あのまあみんなで金魚仲間で集まって、ルートをね楽しんで見に行くのもあり、自分とねまあ家族で行くのもあり、自分一人でねガンガンいろんな店行って欲しい魚だけどんどん抜いてくるってのもあれだと思うんで、3連休、楽しんで、金魚ライフを、まあ動かせないし入れづらいなっていうところではあると思うんですけど、まあ見に行くだけでも勉強になると思うし、話してね見て、勉強するのもありだと思いますんで、楽しい3連休を皆さんお過ごしください。今日もありがとうございました。